チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。モンスターハンターライズでも、こちらパソコン版、スチーム版のモンスターハンターライズになってますけども、今体験版ですね。やっぱ綺麗ですね。この桜の一匹一匹がね、桜を一匹一匹というやつはお前だけだ。まあ、さておくとして、これちょっと面白い設定がありまして、なんかまるでモンスターハンターライズを映画のごとくしてしまう、まあ、一風変わったモンハンライズをスチーム版からやってみたい人におすすめの設定ですね。これディスプレイモードの方の、これアスペクト比、輝度調整とかもねあるけども、とりあえずアスペクト比、解像度設定は録画で 1280×1020 になってるけども、アスペクト比これになります。普段はあまり設定いじることないと思いますね。まあガジェットとか好きな人は、もしかしたら変わった形のモニター使ってる人は使ってるかもしれません。これがね、まあ普通に21対9と16対9があるんですけども、21対9にするとこの通り、この通り、この通り。これ両上下が見切れているわけではなくて、見えていなかった左右が見えるようになる、視野角が広がるってやつですね。かつレンズが湾曲して広くなってるんではなくて、もう実際にカメラが少し下がって左右が見えるようになると。これちょっとわかるかな、この左右、オープニングの普段多分スイッチ版だと見えないであろう場所がこれに映るんですよ。この21対9は。この状態で今回はね、やってみたらね、面白かったんで、まがいまがどに、全く不慣れな太刀で、負けに行こうと思います。この画面もなんか、あれだもんね、本来だったら多分、右下の決定とか戻るボタンって、画面内に収まってなかったっけ？そんな気がしたけど、ちょっと覚えてないけどね、まあ、とりあえず行ってみようか。横長！まあ、ちょっとね、動画撮る人とかは上下が見切れちゃうからどうかなって思うんだけど、まあ、ちょっと変わった世界観でやりたい人はって感じ、見ていただきたし、カメラはこれ一番距離遠くなってますね。この問題にも少しアンサーが出てきていいよね。もともとのスイッチの方だとカメラ距離近づけすぎちゃうと迫力は増すんだけど、もうちょっと周りが見えにくいっていう問題あったから、そういった点にもね、これはちょっとアンサーになってくれますね。とりあえず今回はひたすら離れた状態でやってみよう。これもうここまで来るとハンターとの距離が離れすぎていて、いや違うな、ハンターとの距離は離れないんだけども、なんだろうね、風景ががっつり映るからか、さらにハンターが小さく見えますね。そしてこれよ、ちょっとさ、左右何センチが見えやすくなったかわかんないんだけども、まあ広がってることは間違いないんですよ。ちょっと風景がやっぱたくさん目に入ると綺麗に見えませんか。スチーム版のね、美しさも相まって、これでだから言うて風景を見るだけじゃないんですよ。もしかしたらモンスターハンターをプレイするにあたっても結構重要なファクターになってくる可能性があるっていうのも、もう要は視界外からの攻撃もこれしっかりと映ることになりますから、マルチ、おっと、リオレイヤさん、リオレイヤさんの目の端に捉え、そしてだが私は走っていく。そう、モンスターの攻撃が映り込む、ちゃんと映り込む。おっと、いましたね。こんにちは、マガイマガトさん。本来だったらこれマガイマガトさん、これ映ってないってことだよね、多分ね、このぐらいだとね。だマガイマガトさんを正面に捉えた時にマガイマガトさんの攻撃がより広く映っていると、そういうことになるわけですよ。じゃあきっとそれが映るのであれば、拙者もね、この何だろう、カウンター等々が多分使いやすくなんじゃないですかね。まあとりあえずやってみようか。時間はね、15分とかしかないからね、見せてやろう、このバット、ノートバット、ノートバット、鬼人斬りよな。ああ、太刀の技の名前もよく覚えていないが、すごい、尻尾の先までしっかり映る、これ結構でかいな、これ大きいかも。モンスターとの戦いやすさ云々もあるかもしれないけども、単純に飼っているモンスターの、なんつうの、フルサイズが見えるっていうのは、なんか新しいかもしれないな。近づいた時もさ、そうだよね、このモンスターの下に入り込んだ時、おいしゃー、入り込んだ時もモンスターの尻尾の先から頭の先までしっかりと見えてしまう、見えてしまうっていうのは、戦闘運もあるかもしれないけど、単純にモンスター見ながら戦うモンスターハンターにおいては非常に良いのでは。ただね、今やってて分かったんだけど、まあ元々のサイズに慣れていたせいかもしんないけど、距離感が全然つかめない、距離感が全然つかめません、安西先生。これはまあこの形で慣れたらいい。いやー、どうしようかな、動画撮るからな、これすげー悩むけど、個人的にはいいね、個人的にはすごくいいよ。
動画で上下が見切れてしまうのが、字幕でも入れるか。字幕とか説明入れてごまかすか。これまだね、ほんとさっき気づいてやってるだけなんで、まだそんなにやり込んでないんだけど、この状態ではね。まあ、タチに関して言ったらね、全然やり込んでないんだけども。いや、でもね、綺麗だよ。全、なんつうの、モンスターがはっきりしっかり見えるって、ちょっとこれいいぞい。これで慣れたらよ、ちょっと待ってくださいよ。なんでそう釣れないことをするんです、マガイマカドさん。僕と一緒に、この21対9の世界に移り込みましょう。よし、かっこいい。だ、ニセプとかしたい人は、これ大事かもしんないな。だってさ、モンスターとの距離測るときに、どうしたってさ、戦う距離感があるじゃん。その時にモンスターの全身が、こんな強かったっけ？ちょっと待って。こんな強かったっけ？一撃即死だったんだけど。待って、いや、え？重大事変の主青柱レベルの強さ、もうちょい見せてくれよ。もうちょい見させてくれよ。残り10分だしね。よくスラッシュアックスとはいえ、こいつ倒せたな。ちょっともうちょい見させてもらおう。もうちょい見させてもらおう。これ、さらに広い砂漠とかでもな、見てみたいな。ちょっと、回避に専念しよう。俺がもうこいつに反応させられることは、もう分かってしまった。さあ、見せてくれ。こういう時だ、こういう時。このモンスターとの距離がめっちゃ近い時、近づいている時、こういう時に、マガイマカドさんのほぼ全身が映るという、そういったメリット関係なかった。俺がマガイマカドにうまく立ち回れるかどうかは、全然距離感とかこの射角視野角は関係なかったんだ。新しいことをやるときに新しい武器で挑むものじゃなかった。双剣でもよかったじゃないか。すごいよ、この下からさ見上げた時のね、距離感が全くわからん。広すぎて、おばあ、曲かっこいい。映画を見ているようだ。どっせい、違う。タチってそうやって使うもんじゃないから。今タチ使えないって言ったけどもさ、さっきちょっとスイッチ版でね、本当に軽くね、触りを練習してきたというか、過去私はタチ少し練習してたはずなんだよ、ライズでは。全く覚えていない。見切り切りとかを使って安全に戦っていくんだろう。よーし、この広い視野角でかっこいいシーンを撮りたい。かっこいいシーン撮っていこう。行くぞ。待って、ちょっと待って。まずよしよし、こういう感じ。おあー、ノート術ない。そうです、ノート術ない。ノート術久々になしでやってみたら、パッとめっちゃ遅いよね。チャキン。あー、どっせい、決まった。もうこれで悔いはない。こんなんで倒せるわけないだろ。言って、こんなんで倒せるわけないだろ。こんな強いモンスターと戦って勝てるわけないだろ。よーし、ナイスダウン。設定ある。ゲージは溜まりきっているから、ゲージアップを狙っていく。どっせー、やばい、勝てるとは思っていません。ですが、もう一回くらい。うわー、やばい。こんなのこれがタチだっていうのかよ。あ、大丈夫。うん、仮にもな、お前さんとは散々体験版でもう1年近く前だけど戦っているんだ。ダメでした。思った以上に難しかったです。まあ、うまいタチプレイヤーだったらこの視野角でかっこいいところバンバン見せられたんだけどな。まあ、しょうがないね。というわけでね、ちょっと今日これ、久々に体験版やってみようと思ってね、絶望しながらね、見つけた、このアスペクト比。モニターサイズとはちょっと合わなくても、一回ね、特にまあ、モニター大きい人、大きめのモニター使ってる人なんかは、多少上と下に帯出ちゃうけども、なんていうの、普段と違うモンスターハンターライズを、楽しめるかもしれません。ってなわけで、ちょっとね、パソコン版だからできる、このアスペクト比、ご紹介させていただきました。それでは、TU。